山本まさも故障したしね、はい、そんなこともいろいろあってあれだけども、本当にこの広島そういう意味ではよくやってると思うし、だから例えばカープとかね、ヤクルトのファンの方はね、これが我が君の実力なんだと思えばいいし、うん、まあ横浜も5勝4敗ね、はい、まあ別に悪くない、はい、本当にこの三村監督はファームの監督もやった人ですからね、この広島カープの選手全員の性格から技量を見極めて、そしてこの一軍監督ということですから、だからこうやっぱりこう選手の動かし方も上手いんじゃないですかね。だからまた逆にね、その巨人とか阪神のね、はい、ファンの方はね、はい、例えば長いシーズンの間にね、1年シーズン見てればね、10試合や11試合やった部分でね、ある部分を取ればね、はい、そういうその3勝8敗とかね、4勝8敗とかいう時期はあるじゃないかと、はい、だからこれからまたグッとアーチがぐーっとこう、ホップ、ステップ、ジャンプしていくんだと、そうですね、そういうふうに考えたらね、うん、ファンの楽しみというのはね、いろいろあるんでね、もう本当に夏場、次にこのジャイアンツ、中日がぐっと上がって、競って。秋どうなるかと見てみたいですよね。なるほどね。さあ4番手ベイスターズのマウンドは島田です。今シーズンここまで2試合登板しておりました。今日が3試合目のマウンドということになります。6対1と点差は5点。さあカープの攻撃、5回の表、この回は3番の前田からです。先ほどデッドボールを右肘に受けました。ちょうどあれ、そんなこと言ったらちょうどこの回から電気がついたら少し暗くなってきたので、来ましたね、来ました。この回からライトが入りました。そうか、やっぱりね、僕らね、この照明と今ね、長坂アナウンサー言ったけどね、照明ね、僕らやっぱりね、ついて電気なんていっちゃうから昔だってね、まだ日本にあるナイター設備なんかないけどね、でね、そんなね、ナイターなんて言葉はもちろんないし、照明なんてしゃれた言葉もなかった。我々その、早稲田の戸塚球場の電気野球ってそう言ったんだ、すごいですから、もう1点でも取られたらまたこっちも1点とここでね、ここで1点取られたところでね、またその1点でも2点でもこう取るとね、もう守ってる方嫌になっちゃう。そうですね、なかなかね、やっと前田選手だし、こんなことをこの放送で言っていいのか、昨日とある銀座のある店で衣笠さんと一緒にしたけども、鉄人衣笠選手と、やっぱり一流選手は空振りの三振、体も強くなきゃいけないと。長坂さん、はい、近藤さん、江藤選手の先ほどの先制スリーランですがね、はい、真ん中のフォークボールで、第1打席もフォークボールで打ち取られていたんで、狙ってたわけではないんだけれども、そのフォークに体がこ う, うまくついていって、すくい上げることができたと。なるほど。ただ本人はです、その前のボールもフォークでしたが、次の決め球のフォークをすくい上げました。先ほどはスリーラン。さあこの江藤、気分を良くしてこの打席あと2本、ね、そうね、今日達成ということになりますと、ものすごいですね、これは。目の前で見せてくれみたいですね。カウントはワンエンドワン。マウンド上の島田、3球目よー、高く上がった、さあどうだ、しかしこれは人伸び足りない、こちら向きレフトの佐伯が取りました。気がついたらもうセカンドベース付近ということですから、もうちょっとゆっくり回りたかったなと今思えば、ゆっくりこう職員でいて仮にダグアウトの隣なんかにさ、ほら佐藤早く回れでも本当に黙ってるかもしれない野球選手は感触がたまらなくて、そうだろうね、やっぱり野球で一番いいのは、まあ、バッターで言えばホームラン打った時、ピッチャーでいい。この山内投手もね、3回まではノーヒットノーランだったけど、4回に2アウトから打たれちゃったからね、1本。カウントは1エンド3。ボール先行した後のストライクが決まりました。5球目。ジャイアンツがどうのっていうわけじゃないんですけど、このカープの選手のバット触れてますね。そうね、確かにそうだね。ピュッとこう。カウントはフルカウント、あ、いえ、聞いてまた5対5になる、同点ですか。いいですね。3回の裏、先
ほどまで5対2でありましたが、5対5の同点という上リード。しかし今年のベイスターズは分かりません。分からないでしょ、俺。何が起こるか分からないこの横浜スタジアム。さあ、現在はカープの攻撃、2アウトランナーなし、2-3から金本。受けたような顔ではなかったんだけどね、ちょっとね、その電光スコアボードにね、昨日その佐々木がセンター前ヒット最後に打った、あそこが出ると、ふんってな顔をしてね、パッとその席を立って、マスクはこう穏やかですけども、本当にこのガッツマンでしたからね、うまいとこへ打った、よくね、あのセカンドの頭を越してね、いい当たりを打っていたんだけどね。粘ります金本してるけどね、やはりね、今パンチが言ったそのガッツ、オリックスの大井監督もね、東筑高校を高校卒業して2年目に西鉄のレギュラーですから、まあ、見えても、さあ 2-3 からの11球目、低め外れてフォアボール、2打席目はフォアボール。さあ今日の3打席目です。そうでしたね、そのライン際にその打球が飛ぶとね、バッターランナーが一体いくつその塁を取れるかというね、そういう楽しみがある球場だからね。タイヤも使わせてもらったんですよ。パンチは武装高校ね、思い出のグランドなんです、神奈川県のね、神奈川県武装高校、まあ、言ってみればここは地元なわけだ。そうですね、ランナースタート、ちょっと送球が取れているが、はい、キャッチャーが変わった途端にね、はい、大塚ね、はい、マスクをかぶってる大塚に変わった途端にこうやってツーアウト出たランナーをさっと走らせる、はい、にくいね、この辺り出てきましたね、運から走りに走りました。ツーアウトランナー二塁、金本、そしてバッターは山田、カウント2エンド1、アウトコースに構えます大塚、プロですから西重選手に変わって今こう出てるわけなんで、もういいとこ見せてほしいですね、うん、やっぱり彼を見たくて来てる、ねね、お客さんがこの中にたくさんいると思うんだよ。引っ張った、サード正面、西